それでは、GMO ペイメントゲートウェイの決算発表の内容と株価の評価、割高か割安か、投資としていいかどうかを評価してみたいと思います。話の流れとしては、業績を見て株価の評価をしますが、次の5段階、の5段階でやりたいと思います。基本的に財務は損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、これプラスビジネスの中も見るためにセグメント別の売上と利益ですね。これも確認したいと思います。で、この4つを踏まえた上で株価の評価、特に修正 PR で見ていきたいと思いますが、修正 PR とは何かはまた後ほどご説明します。中で、見るべきものは何かなんですが、損益計算書とキャッシュフロー計算書、こちらの方は、フロー型の数字なので、過去5年ぐらいですね、過去、ある程度の期間の流れを見てみたいので、スナップショットではないので、なので、それが載っている有価証券報告書の方を使います。これであれば、すぐに過去5年程度の PL と CS の流れがわかります。で、貸借対照の表は、貸借対照表、バランスシートですけど、こっちの方は、一点、ストック型の情報なので、過去からの推移は、それほど見なくても、重要じゃないというわけではないですが、スナップショットとして、最新の1個見ればいいと思いますので、こちらは、最新の決算短信を見てみたいと思います。で、セグメント別ですね、利益。こちらも、これも長い、時系列で追った方がいいのですが、直近のやつで確認する、こととしたいと思います。なので、これから有価証券報告書と、決算短信ですね、こういう使い分けで見ていきたいと思います。で、この見た後に株価の評価ということをしたいと思います。で、この GMO ペイメントゲートウェイですけども、どんな会社かというと、消費者向けの EC、電子商取引業者に決済処理サービスを提供している。で、電子決済、ですね。で、GMO の子会社ですね。で、決済代行が60%、金融関連が23%、決済活性化18%という売上比率です。これは後ほどセグメント別のところでも見てみたいと思います。電子取引、クレジットカード決済サービスを提供している会社ですね。ネットショッピング大きくなってますので、クレジットカード決済ですね。これを、スムーズにできるようなサービスを、それを中心としているようです。で、公共機関の方にも、決済サービスを提供しているようで、日本年金機構や日本放送協会、NHK ですね、東京水道局などがあるようです。もともと1995年にカードコールサービス株式会社として設立された後に、2004年に GMO の、傘下に入って子会社となって、2005年にマザーズ上場を、して、2008年に東証一部ですね、になったという形です。で、ここ2ヶ月ぐらいですごいこの会社の株、倍増してまして、すごい勢いになってるんですけれども、とりあえず、
中を見てみましょうか。まあ、まあ、コロナショックでですかね。まあ、カード決済が増えるということででしょうか。ここ2ヶ月で株価が倍増してます。すごいことになってます。まあ、とりあえずちょっと置いておきまして。じゃ最初ですね。有価証券報告書。最新の有価報告書ですね。まだコロナショックの前のやつですね。通期の有価証券報告書を見てみたいと思います。まずは大きな流れを見るということですね。これは昨年の9月に出た有価証券報告書で、過去5年分ぐらいの、まあ、流れを見てみたいと思います。会計を、日本基準からあるときに、国際基準に変えたようなので、少し連続性が良くなくなってますが、まあ、3年分ぐらい見ていきましょうか。国際会計基準で。売上が、200億。260、320と。これはすごい勢いで伸びてますね。で、利益も30億、60億、80億。当期純利益も、もう、すごい勢いで伸びているという感じですね。もう、典型的な成長、ネット系成長企業という感じでしょうか。1株当たりの利益が30、50、70という感じですね。株価収益率100倍程度。すごいですね、これ。まあ、通常の株価収益率大体20倍ぐらいですので、普通の会社であれば、まあ5倍程度期待で買われてるという感じですね。で、重要なキャッシュフローを見ていきましょう。この PL の数字と CS キャッシュフローの数字が整合性が合ってるかどうかを確認しておくのが重要です。粉飾とか、まあ、現金の裏付けがあることをね、とくのが重要ですね。キャッシュの営業キャッシュフローですね。18億、47億、13億ですね。ちょっとこの利益、税引き後利益でいいかな。税引き、当期利益ですね。当期利益とちょっと比較してみましょう。当期利益は24億のところが18億。60億の利益のところが当期利益ですね。60億のところが40億。48億のところが13億とか。少し、営業キャッシュフローの少ない感じですかね。で、その利益幅に比べてですね。どういうことでしょうかね。まあ、ネット系の会社は、通常は減価償却とかが入るので、営業キャッシュフローのが大きい傾向が、製造業とかですね、多いんですが、まあ、こういうネット系の方は減価償却費するほどないのかもしれないですね。投資キャッシュフローがマイナス20、マイナス8。これは、あと財務ですね。まあ、通常は営業キャッシュフローの範囲内に投資キャッシュフローがあるのがいいんですが、これ投資キャッシュフローが大きくなっているので、投資にかなり回してる。営業で稼いできたキャッシュ以上に投資に回してる感じですね。で、財務キャッシュフロー。これも、財務がすごいですね。かなり180億とか。借り入れでしょうかね。ちょっと後で BS を見たいと思いますが、まあ、どんどん借りるか何かして、資金を調達して投資に回してると。今だからもう、急速に拡大しようとして、まあ、お金を、どんどん投資に回してるという、そういう感じでしょうかね。で、期末残高、現金残高は増えてますね。まあ、これは財務キャッシュフロー、財務で、増えてってる。まあ、営業ではなくて、財務、つまり、まあ、借り入れが何らかの方法で資金調達して、増やしてるということですね。ちょっと、どうやって増やしてるのか、BS の方をちょっと後で見てみましょう。次にちょっと BS を見てみたいと思いますが、BS はこれではなくて、ちょっと最新のやつを見てみましょうか。最新の
これですね、5月12日、半期の、第2四半期の決算が5月12日、つい最近出ましたね。それを見てみましょう。まあ、売上とかも、まあ、BS をちょっと確認するのが主ですけども、まあ、売上14%増、営業利益10%増、税引き前26、四半期26と、まあ問題なしですね。で、まあ、後で見ますけども、一株当たり純利益83ですね。で、ちなみに、自己承認率が18%ぐらいですかね。債務体質は、どうでしょうか。ちょっと BS を確認しましょう。ここですね、BS のをちょっと確認しますと、連結の BS ですね。直近のを見ると、現金600億に営業債権130億、前渡し金330。未収入。まあ、流動資産が1400億ですが、で、非流動資産はあんまりなさそうですね。まあ、これ、まあ、ネット系の企業なんで、ほとんど流動資産ですかね、持ってる人の。まあ、非常にいい感じですね、1600。こう、機械とかそういうのに、装置とか建物にそういうお金をつぎ込まなくていいっていうのがね、なかなかこういうインターネット系の企業の強みですよね。まあ、流動資産1400億ぐらいありますね。で、それに比べて、まあ、ほとんど現金化するの難しくなさそうな資産ですね。それに比べて、負債の方を見てみたいと思いますが、こっちが負債ですね。負債の方が、買掛未払金、預かり金。まあ、流動債が1000億ぐらいでしょうか。で、社債結構発行しますね。160億。借入金。流動債。有利主債が、まあ、230億。ですね。まあ、この辺の金融債とか合わせて、四季報をちょっと見ると、有利主債ですね。330億って書いてありますね。ここ見ると、もう少し少なく見えますが、もうちょっと、この中どこですかね。この借入金とかか。この借入金と社債合わせると、160の140で300億ぐらいですか。まあ、そんなもんですね。300億ぐらい有利主債があるという感じですね。財務は、まあ、財務、そういう戦略なのかもしれませんが、まあ、負債が悪いというわけではないんですけども、まあ、投資家からすると、まあ、内部で溜め込んでる、現金みたいのは少ないかなというイメージですね。負債合計で1300億ぐらいですね。1300億くらい。1300、負債が1300億で、資産の方が、流動資産全部入れても1400億ですね。1400億。これ丸々価値があったとしてですね。1400億。投資有価証券みたいなのはちょっとなさそうかな。自分で会計する。これはどうだろう。あ、1400億くらいですか。ちょっと目立って、で、現金化できそうなものは、と、負債1300円。まあ、ちょっとトントンですね。まあ、何か虎の子を隠し持ってるというような感じではなさそうですね。
ソフトバンクとかはアリババ株が隠れた資産として、こう、貸借対照表ですね、こう、虎の子があったりするんですが、この会社はそういうものはなさそうな感じがします。まあ、もともとこの会社、GMO、子会社ですよね。株主の、大株主比率見ると GMO インターネットがここの株の41%の株を持っているので、まあ、30%以上です、持っているので、まあ、GMO インターネットが、最大株主ですね。という感じですね。で、ここの社長を見ると1%ほどこの会社の株を持っているようですね。では、その次にじゃあちょっとセグメント別、まあちょっと今 BS を見て、まあその隠れた虎の子みたいのはとりあえずなさそうかなというのをちょっと置いておいて、あと、まあ、現金がね、足りなくなって会社が窮地に落ち、すぐに落ちるとかそういう状態でもない。まあ、財務としてはまあまあな状態だと思います。では、次に、セグメント情報みたいな。これは、まあ、締めが、決算の締めが9月決算のようなので、今、第2四半期ですけど、その前の、昨年度の通期の決算短信のセグメント情報を見ています、今。セグメント情報はだいたい短信や、有価証ですね。有価証券報告書の下の方に書いてありますが、これはビジネスの中を見るのに非常に重要なので見ておきましょう。でですね、この GMO、ペイメントゲートウェイですね。ペイメントゲートウェイのセグメント情報としては、セグメントとしては決済代行事業っていうのがあると。もう一個は金融関連事業。あと金融決済活性化事業とあって、決済代行事業。これがこの会社のメインの事業だと思いますが、主にオンライン課金、継続課金の決済代行サービス及び対面の決済代行サービス。まあ、インターネットのなんかいろんなサービスの、まあ、クレジット支払いの決済のシステムをですね、提供しているっていうことでしょうね。これは、このビジネスは、まあ、今後、もっともっと伸びそうではありますよね。さらに、まあ、コロナ状況、コロナっていうのがあって、ますますみんな家から出なくなって、インターネットのサービスを利用しようとするときに、まあ、支払いですね。課金、決済どうするのかというところですよね。で、そういう時にこういう会社に GM、こういう会社 GMO ゲペイメントとか、こういう会社に、まあ、サービスを提供する方なんで、決済、オンライン決済の、まあ、機能を組み切り、込むこうということ、組み入れるということですね。まあ、需要は今後もね、もっともっと増えるんじゃないかと思います。あと、金融関連事業はですね、GMO 後払いの提供。まあ、これは、後払いっていうのはおそらく、まあ、後払い、まあ、要するに、ローンというか、クレジットカードの分割とかそういうやつですかね。まあ、金利で儲けるってことでしょうかね。まあ、あれですね。分割払いとかそういうことだと思いますが、送金サービス等のマネーサービスビジネス。あとは、成長資金を融資をするトランザクションレンディング。まあ、これ全部あれですね。金融の、レンディ、あの、お金を貸して金利で利益を得るという、そういうビジネスだと思いますね。早期入金、キャッシュフロー改善に関する早期入金。まあ、早く入金する。まあ、多分早く入金するとその分、ちょっと割引っていうか、っていうのがあるんじゃないの。まあ、遅く払えば利息があるけど、早く払えば少し、そこで利益が取れるんじゃないかということなんじゃないかと思います。で、決済活性化事業、主に認証、ノーティフィケーション、モバイル決済を。これは、まあ、なんでしょうね。
まあ、あと、なんか、ちょっと後で見てみましょう。これ、セグメント別ですね。これは2年前で、ちょっと今年の、ちょっと比べてみて面白いと思いますね。まずちょっと今年から、一応最新のから見てみましょうか。決済代行の、売上が180億。で、損益が100億。これすごいですね。利益率が50%超えてますね。50%超えるってのはなかなかないですよね。やっぱりこういう金融系のオンラインで投資が少なくて済むのはでかいですね。あと金融関連事業70億で利益は20億ですかね。こっちの決済、これはまだ赤字のようですね。60、58億で11億。決済活性化事業です。これはまだ赤字ですね。ちょっと昨年と比べてみましょうか。その前の年。決済代行事業自体は140億から180億に伸びてると。で、利益も伸びてると。で、金融事業も伸びてると。62億から72億。利益も伸びて13億から19億。決済代行事業の方が、こっちはちょっと伸びが少なくて赤字が拡大してる。まあ、この辺がちょっと課題でしょうかね。決済化事業。まあ、基本的にはこの決済代行事業と金融関連事業、これが2大、この会社の2大収益源と、2大ビジネスということになるかと思います。それではですね、ここまで来てから、ちょっと株価の評価したいと思いますが、実は、ご存知だとは思いますが、この会社、ここ2ヶ月でものすごい株価が倍増してます。まあ、適当な、株価のサイトを見て、チャートを見ていただければ、株価チャート見てみれば、すごいことになってますね。倍ですね。まあ、ずっと右肩上がりではあったんですが、倍になってますね。これはすごいですね。あ、ネット企業、そのまま消えていく企業ありますけど、この会社は、すごい、ここ10年で10倍以上になってんじゃないですかね。で、ここ2ヶ月でさらに倍になってるという。まあ、このコロナショックのおかげというわけじゃないですけども、コロナショックで伸びた代表的な銘柄のうちの一つじゃないかと思います。ちなみに今ですね、株価が、1万1850円ですね。1万1850円。で、対する、一株当たりの当期利益が83円ですね。ちょっとキャッシュフローで見てみると、キャッシュフローがちょっとどうだったかというと、そうですね。まあ、だいたいこの会社、30円、50円、70円、1株当たりの当期利益がこれぐらいですね。で、利益、まあ、これ、1株当たりなんで、総株数かければ、だいたい、これぐらいですか。そう。これで、まあ、利益的には40、まあ、50億ぐらいですか、この辺。50億ぐらい。で、キャッシュフローが13億ですね。ちょっと気になるのは、キャッシュフローがですね、あんまりないんですよね、営業キャッシュフローが。この辺、まあ、これ40、キャッシュフロー47億で、当期純利益40億ぐらいですか、大体トントンぐらいですかね。ちょっと、少しこの会社気になるのは、この営業キャッシュフローがですね、この利益に比べて結構ちっちゃいんですよね、これがね。ちっちゃいんですよね。なんとなく、気になるっちゃ気になりますね。まあ大体少なくともトントンぐらいだってほしいんだけど、なんででしょうね、これね。この営業キャッシュ、特にフリーキャッシュ、まあここから引いたフリーキャッシュフロー、例えばこの辺なんかマイナスですしね。ちょっと前の年見てみましょうか。前の、この時も、やっぱり、前の年というか、2015年あたりからですけど、まあ、この時は営業、フリーキャッシュはプラスですけど、フリーキャッシュはマイナス、マイナス、マイナスという感じで、
フリーキャッシュローがね、マイナスなのが、営業キャッシュローがね、マイナ、これですね。営業キャッシュフローが、その利益に比べてちょっとちっちゃな感じがするのと、投資キャッシュローと足したときに、フリーキャッシュローっていうのは営業キャッシュローから投資キャッシュロー引いた感じですが、ちょっとちっちゃいのが気になりますね。ちょっとなぜなのかこれでは見えてこないですけど、ちょっと投資家からするとなんとなくちっちゃいのが嫌な感じがします。この辺、ちょっとなぜだかは、ちょっとここまでなんかわからないんです。ちょっと気になりますね。これはとりあえずちょっと置いときましょうか。置いといて、この営業利益が、そのまま、なんていうのかな。そのまま額面通り、受け止めればですが、あとこの利益が、利益ですね、5000、包括利益、当期利益で5000億で、売上が30、3、300億の50億なんで、5分の30なんで、6分の1。売上だけ利益率20%切るぐらいですかね。で、総資産が139億か。ちょっと ROE と ROA をちょっと見てみましょう。これは、この表からも計算できますが、ちょっと手元の、資料というか、適当なサイトを見ると、ROE と ROA が出てますが、自己資本利比率15%で、ROE が20%。これは問題ないですね。ただ、ROA がね、3.8%か。これもそうですよね。総資産額140億であるんだけど、当期利益が50億ですもん。ごめんなさい。1400億ぐらいですか。1400億の総資産に比べて、当期利益が50億なんで、ちょっと総資産に比べてあれかなって感じがするけど、この総資産はあれですか。借りてるバランスシートを見ると、金融機関なので、資産の中で、とりあえず一旦、営業再建、とりあえずお客さんから一旦預かったお金とかもあるのかな。OK、固定ですね。ちょっとなんとなく、総資産が膨らんでるのは、銀行とかそういうところは結構総資産が膨らむのは、お客さんから預金とか預かったやつが、バランスシートに乗っかるので膨らむんですけどね、この会社はどうなんだろう。ちょっと気になるところが何点も出てきますね。それはちょっと置いといて、成長していることは間違いないですね。成長していることは間違いなくて。で、ちょっとこの当期純利益、83円とありますが、これが順当なものだとしてみましょう、83円。で、現在の株価が83円、1株当たり83円当期純利益で、で、ちょっと先ほども言った通り、虎の子のような資産はなさそうなので、特にその修正 PR として修正する分はないと思いますので、現在の株が18,850円を83で割ると、ちょっともう電卓を動かしてもいいですが、電卓を動かすまでもないですね。PR にすると、1万円はだいたい100円、1万円の株価をだいたい100円の純利益で、当期利益で割ってるので、1株当たり。だいたい PR100 倍ぐらいですか。正確に計算すると146倍ぐらいになるらしい、みたい、や、なりますね。100倍以上ですね。PR100 倍かっていう感じですね。ここ2ヶ月で2倍になってるので、多分コロナショックの前、2月ぐらいの段階では、この株、PR70 倍ぐらいだったんですね。70倍でも結構高いかなっていう。70倍、PR70 倍っていうと、だいたい Amazon とかそれぐらいの、Amazon とか、その程度の会社ですね。Amazon が70倍ですので、
さらにその2倍の140倍になってるっていうのは、いや、これはいくらなんでも高すぎるかなという感じですね。まあ、なんとか今から買おうとしても、まあ、70倍ぐらいで、まあ、アマゾンと同じと思って70倍で買うっていう手もあったのかもしれないけど、もう140倍、ここまでいっちゃうとね、もうちょっと買う、投資し、今から、この会社がいい悪いとは別にですね、株価が高すぎるので、業績に比べてですね、ちょっと今から買うっていう手はないんじゃないのかなと思いますね。すごいですね、この140倍っていうのは。あ、なんか、ファンドとかにも組み入られてるようですけども、さすがにここ140倍か。この倍々、まあ、業績伸びてますけど、そんなに倍々で伸びてるわけではないですしね。なかなか、これを、正当化、PR140 倍を正当化するの理屈を考えたのが難しいかなーって感じですね。まあ、投資判断、証券会社とかの投資判断では巣ごもり消化の増加でオンライン決済代行サービスが、っていう、感染拡大でキャッシュレス化が追い風になると見てるというような感じなようですね。まあ、高いとこをつかまない限りは、まあ、そんなに悪い会社でもないと思いますので、まあ、ちょっと今の段階で投資はちょっと難しいと思いますが、まあ、株価がね、少し落ち着いてきた頃にっていう感じに投資するなら考えてもいいのかもしれませんね。まあ、でも PR100 超えてる時はないでしょうね。というのが、と個人的には思います。まあ、投資はね、自己責任ですので、もちろん株価、ここからさらに上がっていくという可能性も別にないわけではないので、まあ、各自のご判断でということですが、基本、投資は自己責任でよろしくお願いします。